さんおはようございます。本日は5月3日、まあ今回は地下鉄スタンプラリーをしていきます。まあスタンプ集めるだけなんですけど、今回使用いたします切符、こちらの土日切符を使用していきます。で今回スタンプなんですけど、こちらのまあ100円ショップで買った、まあ、こちらを使いましてスタンプを集めていきます。それでは本日もよろしくお願いいたします。さて現在の時刻は5時55分ごろなんですけど、なぜ札幌駅に来たかと言いますと、まあ地下鉄はまだ動いていないので、先にこちらの札幌駅と大通駅のスタンプをしてから、まあ地下鉄に乗っていこうと考えております。この近くにスタンプがあったはずなんですけど、どこだ、あ、ありました、こちらですね。こちらが地下鉄スタンプのところです。札幌市営地下鉄の、まあ、札幌駅は南北線の改札の近くにあります。それでは押していきます。さて札幌駅のスタンプを押してきました。まあ、こんなこういうスタンプなんですけど、まあ、今こちら地下歩行空間を歩いています。まあここから大通駅の方に向かっていきます。まあその後は地下鉄東西線にまして宮沢ホームに向かいます。さて地下鉄大通駅に到着いたしました。この後乗ります列車、こちらの4番ホームの宮沢駅に乗っていきます。こちらの宮沢駅なんですけど、他の列車に比べて若干早い時間帯に発車をいたします。こちらの列車は何号10何丁目でしたっけ。さてこちらの地下鉄東西線の大通駅のスタンプも押してきましたが、おーやべえ急げやんと、今からこちらの宮沢駅に乗っていきます。さて到着いたしました、西28丁目駅。西28丁目駅のスタンプをしてきました。あった場所はこちらの西28丁目駅、新札幌方面のホームにありました。降りた駅は東西線の琴仁駅です。琴仁駅のスタンプの場所はこちらの中央改札、こちらの場所の近くにあります。琴仁駅の次の停車駅24軒駅に到着いたしました。次はこちらでスタンプを押していきます。なんとか間に合って24件のスタンプを押してきました。さてお次の駅は宮沢駅に到着いたしました。地下鉄東西線の地下鉄東西線の終点駅です。宮沢駅のスタンプは改札を出て右側の方にあります。事務室の方にあるっていうことを覚えていただけたらいいと思います。さて一体なぜ地下鉄東西線の方から始めたかといいますと、地下鉄東西線っていうのは全部で19の駅があります。札幌市地下鉄の中では一番駅数が多い路線です。そのため一番多い路線
まあ、駅が多い路線から、まあ、順次、まあ、スタンプをしていこうかなと考えております。今気づいたんですけど、これトップナッシュでした。まあ、それはさておき、宮崎の次の停車駅ハッサム南駅に到着いたしました。さて、ハッサム南駅のスタンプをしてきました。まあ、スタンプの場所はこちらの駅事務室の近くにありました。さて、お次の駅は丸山公園駅に到着いたしました。丸山公園駅のスタンプはこちら、動物のスタンプとなっています。そしてこちらのスタンプなんですけど、こちらの駅自滅の方にあります。西18丁目駅に到着いたしました。ご注意、西18丁目も丸山公園駅同様に駅自滅の方にあったんですけど、ちょっとなんかもう来るようなので、西11丁目駅に到着いたしました。西11丁目駅のスタンプの場所なんですけど、こちらの改札出まして宮沢方面に向かいますと駅自滅室があるので、そちらの方にスタンプがあります。2番ホームから配送車が発車します。ご注意ください。8丁目の方でスタンプ一つ失敗してしまったんですけど、まあ、これが綺麗にできた西18丁目駅のスタンプです。そしてこちらが西11丁目駅のスタンプです。さて、到着いたしましたバスセンター前、こちらがバスセンター前駅のスタンプとなっています。場所的には、宮沢方面の改札、駅事務室にはそんなに近くはないんですけど、こちらの改札の近くにあります。さて、バスセンター前の次の停車駅菊水駅です。こちらが菊水駅のスタンプとなっています。まあ、場所的には改札を出まして宮沢方面に向かいますと券売機があり、その近くにあります。さて、菊水の次の停車駅東札幌です。こちらが東札幌駅のスタンプとなっています。スタンプがあった場所は新札幌方面の改札、こちらの事務室の方のすぐ近くにありました。さて、東札幌駅の次の停車駅白石に到着いたしました。さて、白石駅のスタンプはこちら、西改札口にありました。まあ、こちらも駅事務室の方にあります。さて、到着いたしました番号7丁目駅、こちらが2面3線のホームとなっています。さて、こちらが南郷7丁目駅のスタンプです。あった場所はこちらの東改札口、こちらの改札口を出ましてすぐ近くにあります、まあ、駅事務室にあります。さて、到着いたしました地下鉄東西線の終点駅新札幌駅です。こちらが新札幌駅のスタンプとなっています。スタンプがあった場所はこちら北改札口、こちらを出まして、駅事務室の方に行きますと、こちらにスタンプがあります。さて、到着いたしました大谷地、こちらが大谷地域のスタンプです。スタンプがあった場所は改札を出まして正面にまっすぐ行きますとあります。さて、到着いたしました茨城ヶ丘駅、
こちらがひばり川岡駅のスタンプです。スタンプがあった場所は改札を出まして正面にあります、こちらのスタンプです。さて、南郷18丁目駅に到着いたしました。こちらが南郷18丁目駅のスタンプです。こちら改札を出まして駅事務室の近くにあります。さて、到着いたしました。南郷13丁目駅、こちらが南郷13丁目駅のスタンプです。場所的には改札を出まして駅事務室の近くにあります、こちらです。なんかこういうのが目印ですね。さて、無事にこちらのスタンプ帳に地下鉄東西線のすべての駅のスタンプを押すことができました。さて、戻ってきました。大通駅、ここからは地下鉄東北線に乗ってスタンプを続けます。こちらの地下鉄南北線の札幌駅と地下鉄東西線の大通駅、それぞれ緑とオレンジで分かれていますが、要するに東方線も別にあるってことなので、そちらを探していきます。こちらが地下鉄東方線大通駅のスタンプとなっています。場所的にこちら地下鉄東方線に向かいます階段エスカレーターがある場所のすぐ近くにあります。地下鉄東方線大通駅では、福住方面と境町方面に、2つ分かれていますが、この後どうやら列車が来るようなので、そっちの方を、先に行こうかなと思います。こちらが路線図となっています。駅間的にそんなに変わりがないんですが、どっちかでしょうね。どうやら今来る列車、こちらの境町行きが来るということで、そちらの方に乗っていきます。大通駅の次の停車駅、札幌駅に到着いたしました。こちらが地下鉄東方線の札幌駅のスタンプです。場所的にはこちらの奥の方にあります通路、こちらが地下鉄南北線札幌駅に向かいます通路となっていますが、こちらの反対側に行きますと駅事務室がありまして、そしてこちらにスタンプがあります。さて、この後なんですけど、こちらの北13条東、こちらは通過してそのまま境町方面に向かいます。さて、到着いたしました東区役所前です。こちらが東区役所前駅のスタンプとなっています。場所的に改札を出まして境町方面に行きますと、こちらにスタンプがあります。さて、環状通り東に到着いたしました。私としては9000系の加速音が好きで、ぜひ聞いてみてください。こちらが環状通り東のスタンプです。改札を出まして、こちらに駅事務室がありまして、その近くにスタンプがあります。さて、到着いたしました。ここは元町駅です。こちらが元町駅のスタンプとなっています。場所的にこちらの改札を出まして、そしてこちらの境町方面に行きますとスタンプ台があります。少し券売機の方混んでるので映せないんですけど、
元町駅の券売機の近くに何やら面白いものがたくさんいます。結構お菓子の、まあ、自販機っていうか子供が楽しめるそういう設備があります。さて到着いたしました新道東、新道東のスタンプ。場所的に改札を出まして正面の方になります。さて地下鉄東方線の終点栄町駅に到着いたしました。こちらが地下鉄栄町駅のスタンプです。改札を出まして、どっちでしょうね、1、2番出口の方に向かいますとこちらスタンプがあります。さて到着しました北13条東。そしてハンコの方なんですけど、こちら北13条東駅のスタンプ。改札を出まして、まっすぐ行きますと駅の事務室がありまして、その奥にスタンプがあります。声だけでも見ても面白いんですよ。この2番出口の、まあ、周辺の地図なんですけど、今ここにいて、ここを、まあ、そうですね、創生川通りのとこを、まあ、横切ってまっすぐ行くと真上に北12条駅があります。こちらが北12条駅のスタンプです。そしてこちらスタンプがある場所は幕間方面のホームから出まして改札のすぐ目の前です。さて到着いたしました北18条駅。こちらが北18条駅のスタンプです。場所的には幕間内方面のホームから改札を出ましてこちら目の前にあります。まさかのトップランに会えるとは。さて次にやってきた駅は北24条駅です。こちらが北24条駅のスタンプです。場所はこちら出口1、2番出口が近い、まあ、改札にちょっとした横に通路がありまして、この奥にスタンプがあります。さて北34条に到着いたしました。こちらが北34条のスタンプです。場所的に改札を出まして駅の事務所の方に向かいますと横の方にスタンプ台があります。こちらが遊び駅のスタンプです。場所的には改札を出ましてこうぐるーっと回ってきて、そして駅の事務所そこの近くにあります。現在遊び駅では4月1日から7月31日までこちらの降車用専用とお隣のホーム、まあ、ノイバーって書いてありますが乗車用、こちらの2つに分かれています。そのためこちらの降車用の方のホームには回送列車が到着するということで、まだ撮影していないので今回撮影していきたいと思います。まもなく2番ホームに到着する電車は当駅より搬送車となります。乗車できませんのでご注意ください。1番ホームから幕間台行きが発車します。
ということで、現在地下鉄南北線大戸駅に来ています。で、今からあの南北線のスタンプを探そうと思ったんですけど、この後、まあ幕間内方面にスタンプを押しに行くんですけど、その間も日上市は通過します。さて、南北線大戸駅のスタンプを見つけて押してきました。これ本当分かりづらいところにありまして、まあ、ここにあるんですけど、で近くに駅事務局があるんですけど、場所的にここなんですよ。あの前そこであのなたでしたっけ、思った男が暴れた場所の近くで、なんか駅員さんからシールもらえるよって書いたんですよ。ちょっと見てみましょうかね。はい、ということで、まあ大戸駅のスタンプを押しに来たんですけど、こちら何やら可愛らしいシールをもらいました。これ駅員さんとかにも、まあ駅事務局の方に見ますと、こうやってもらえるようなんで、ぜひあの駅員さんの方に聞いてみてはいかがでしょうか。結構可愛いですね、これ。それでは引き続きお楽しみください。さて、到着いたしました。大戸駅の次の駅、すすきの駅です。こちらがすすきの駅のスタンプです。まあ、改札があって、そして駅事務局があって、その近くにスタンプ台があります。さて、次の停車駅、中島公園駅に到着いたしました。こちらが中島公園のスタンプです。そして場所なんですが、あさと方面の改札から出まして、すぐ近くにあります。さて、到着しました大平橋駅。こちらが大平橋駅のスタンプです。場所は改札を出まして、すぐ目の前にあります。さて、到着いたしました中之島。こちらが中之島のスタンプです。そして場所なんですけど、札幌方面浅部行きのホームの近くとなっています。まあ、改札のすぐそばなんですけど、到着しました南日上市駅です。こちらが南日上市駅のスタンプです。場所的にこちらに改札があるんですが、そこをまっすぐ行きますと正面にあります。さて、到着いたしました隅川駅。こちらが隅川駅のスタンプです。場所は改札を出まして、すぐ近くにあります。隅川駅の次の停車駅、自衛隊前駅に到着いたしました。こちらが自衛隊前のスタンプとなっています。改札を出まして、こちら側にスタンプ台があります。自衛隊前の速度はとても綺麗で、奥の方には鯉のぼりもあります。さて、到着しました真駒内駅、南北線の終点駅です。さて、こちらが真駒内駅のスタンプです。場所はこちらの改札、自衛隊前方面の改札なんですけど、こちらから出ますとすぐ目の前にあります。さて、到着いたしました平岸駅。
こちらが日焼市駅のスタンプです。場所は幕間駅ホーム、こちらを出ましてすぐ近くにあります。さて、まあ日焼市駅に到着したんですけど、この後、まあ歩いて東方線の豊平公園駅に向かいます。まあ、大体17分ぐらいですね。さて、日焼市から豊平公園駅まで歩いてきました。こちらが豊平公園駅のスタンプです。豊平公園駅はちょっと特徴的がありまして、改札出ないでスタンプを押します。さて、豊平公園駅の次の停車駅、みそのに到着いたしました。さて、こちらがみその駅のスタンプとなっています。改札を出てすぐ近くにあります。結構早いペースで到着しました。みその次の停車駅、月寒中央駅です。こちらが月寒中央駅のスタンプです。改札内にあるため、まあ切符がない人は入れないかな。なんか今日随分と東方線の本数多いですね。なんかもう来るようです。多分今日コンサートだったかな。さて、福住駅に到着いたしました。ここが地下鉄東方線終点の駅です。さて、こちらがファイターズのスタンプとなっています。真ん中に F、 そしてサポードーム、多分これ北海道日本ハムファイターズの F だと思います。しかしファイターズは北広島のエスコンフィールドに移転しましたが、まだこうして残っているようです。そしてこちらのスタンプなんですけど、改札を出てこちらにあります。さて、残り2つですが、次は学園前に到着いたしました。こちらが学園前のスタンプとなっています。こちらも、まあ、他の駅と同様、改札の中にあるということで、まあ、こんな感じに。さて、ここまで来たら残りはあと一つ、そう、豊水すすきの駅。さて、最後の駅、豊水すすきの駅に到着いたしました。豊水すすきの駅といいますと、地下鉄東方線の最新の区間、栄町から豊水すすきの間、まさか最後ここ豊水すすきの駅になるとは、まあ、考えてはいませんでした。それでは最後のスタンプを押していきます。さて、最後のスタンプ、豊水すすきの駅、場所は奥の方にローソンあるのですが、その反対側、まあ、改札もあって、ここにスタンプがあります。はい、ということで現在地下鉄大通駅に来ています。ということで、こちらのスタンプなんですけど、もう一度確認しまして、46駅49個がここにあります。ということで1日で全部集めました。よし、やー、1日でできるんです。これがすごいですね。なかなか 1日でやろうとも思いませんでした。それではご視聴いただきましてありがとうございました。